ストーニーポイントの戦いは、アメリカ独立戦争中の1779年7月15日から16日に、かけての夜に、ニューヨーク、ストーニーポイントで、大陸軍とイギリス軍との間に行われた戦闘である。この取りは、ハドソン川を渡すための重要な渡過点だったが、占領の3日後には放棄された。イギリス軍上層部はその年後半に、 取り出の位置が防衛しがたいものであると判断し、これを守ることを諦めた。この都テンは、その2年後、ヨークタウンに進軍する大陸軍が使用した。1777年10月のサラトガの戦いで、イギリス軍ジョン・バーゴイン将軍が降伏し、その後に、フランスがアメリカの同盟国として、アメリカ独立戦争に参入した後、 イギリス軍の対アメリカ戦略は変わらざるを得なかった。北部では、経済や軍事の拠点に対する襲撃に縮小し、ジョージ・ワシントンの大陸軍を決戦の場に引き出すことが戦略となった。しかし、ワシントンは、イギリス軍が本拠とするニューヨーク市周辺の防御が強化された陣地にその軍隊を配置し、それ以上は出てこようとはしなかった。 1779年のイギリス軍の作戦は大きな野望があったが結局は損なわれた。北アメリカ総司令官ヘンリー・クリントン中将の意見では兵力が不足しており作戦のために約束されていたはずの援軍の到着が遅れた。クリントンはニュージャージー北部ミドルブルックにあった大陸軍宿営地を弱体化させた上でニューヨーク市から進攻してそこを奪おうと考えた。 これが成功すれば、ワシントンの補給船に脅威を与え、海戦を行うとすればより適した地形である、ハドソン川岸沿いの高原に大陸軍を引き出すことができると考えた。1779年5月下旬、クリントンはこの戦略の端緒として、約8000名の軍隊を率いてハドソン川を遡った。6月1日までに、 西岸のストーニーポイントと東岸のバープランクポイントを占領し、その防御強化工事を開始した。この動きによって、ウェストポイントより南約10マイル、ニューヨーク市から北に35マイル、ハドソン川が細くなり主要な都下地点であったキングの私が事実上閉鎖された。クリントンはミドルブルックに降軍できるように援軍を待つ間、6月初旬に、 コネチカットの海岸都市に対して襲撃を行うためにウィリアム・トライオンに2000名以上の部隊をつけて派遣した。クリントンの回想録ではこれでワシントン軍をさらに東に引き出す目的があったとされている。ワシントンはコネチカットの救援のためには大した軍勢を派遣しなかった。クリントンはその作戦のためにストーニーポイントとバープランクポイントの守備勢力を減らした。 ストーニーポイントには、ヘンリー・ジョンソン中佐の指揮する、第17不評連隊の部隊が駐屯していた。この連隊には、第71不評連隊の二個大隊の一つに、所属する敵団兵一個中隊、ロイヤル、アメリカン連隊の一個中隊相当の文献隊、および、ロイヤル砲兵連隊の文献隊がついた。野ーは15問あり、その中には、 鉄製5門及び新中製2門のカノン砲、4門の迫撃砲、4門の小型榴弾砲が含まれていた。イギリス海軍の砲艦一隻が川からの接近に対して守るように配置され、武装スループ艦、バルチャーも川に停泊していた。ワシントンは近くのバックバーグ山頂上から望遠鏡で、この砦構築の様子を観察した。 歴史家たちは、ワシントンがさらに地元商人から集めた情報によって、守備隊の勢力、使われている合言葉の種類、特に、バックバーグ山からは見えない鳥で南側の少所の配置について、作戦を作り上げていたと考えている。ワシントンはこの機関に攻撃作戦を作り上げ、ペンシルベニア戦隊の指揮官である、アンソニー・ウェイン淳将をその作戦指揮官に選んだ。 ストーニーポイントのイギリス軍陣地は防御の施されたものだったが、18世紀ヨーロッパの間隔で真の砦と呼べるものまでは意図されていなかった。石材が使われず壁も構築されなかった。防御は土盛りの突確保と逆もぎで構成されていた。この陣地には西側からのみ接近できる岩の多い高台にあり、前面は川で、両側面は広大な湿地で守られていた。 アンソニー・ウェイン将軍の銅像、ストーニーポイントに置かれている、この陣地を襲うために6月12日に、警府標軍団が編成され、ウェイン将軍が指揮官に指名された。この警府標軍団は1777年から1781年まで、毎年、ワシントン軍閣連隊の警府標中隊の中から、季節によって選抜編成された戦闘集団だった。 1779年軍団は4個連隊による1個旅団となり、各連隊は4個中隊による2個大隊で構成された。その詳細は以下の通りだった。1350名の軍団によって行われるデーの吸収作戦には野衆を必要とした。各連隊は300ないし400名の兵士で構成され、その中にはイギリス軍の野砲を捕獲した場合の砲兵も、 含まれていた。18世紀に軍事原則に従えば、備えの固い防御陣地に対する攻撃には十分な勢力とは言えなかったが、ワシントンの作戦は吸収という要素に加えて、砦の致命的な欠陥に付け込むことがあった。陣地南側の岸にある木星ム麦は、ハドソン側の水深が深いところまで広がってはおらず、干潮の時の狭い海浜に沿ってならば、 攻撃することができた。主力の攻撃はこの方向からとされたが、ワシントンは実行可能な場合に、第二次と陽動の攻撃も取り出の北岸に沿ったものと、中央の土手道を越えることで行うよう忠告していた。ワシントンはアウェイに必要ならば、作戦を修正しても良いという指示を与えていた。これは、ワシントンの場合には、異常なことであり、 ウェインの戦術的能力を高く買っていたこと示している。この襲撃は困難なものになるはずだった。真夜中に行われること、兵士たちはストーニーポイントの急旬で岩だらけの川をよじ登らなければならないこと、及び吸収が必要なことだった。吸収を有効にするためにはシントンは兵士たちに弾をはめていないマスケット銃を携行させ、 銃剣のみを使って攻撃するように命令した。これは銃を発砲すれば、イギリス軍の将兵に気づかれるからだった。例外的に弾をはめた銃剣を携行させたのは、ウェインが土手道越えを指示したノースカロライナの警府表2個、中隊であり、イギリス軍が攻撃を予想できたその防御工作の中央を陽動攻撃するためだった。この大隊は、ハーディ・マーフィー少佐が指揮しており、 共同戦術としてその武器で一斉射撃を行うよう指示されていた。ウェインはバトラーの第二連隊約300名を選んで、砦の北岸から攻撃するよう指示し、ウェイン自身は第一及び第三連隊と春のマサチューセッツ系、不評分献隊からなる主力を率いて南側に進むこととした。この主力では100名と150名の前衛隊が、それぞれ障害物を払う戦法となり、 各前衛隊の20名が決死隊となって、部隊を守り、最初に、砦出の中に入るものとされた。ウェインは砦出に一番乗りした者、及び戦闘で決出した働きをした者に、報奨金を出すと宣言した。1779年7月15日、警府兵軍団は朝に集合した後、正午から、モントゴメリー取出の北にある、サンディビーチから行軍した。 行軍中に出会った市民はいずれもイギリス軍への通報をさせないために拘束された。荒い地形や道とも言えないような道路を進むために、部隊は一列渋滞を強いられ、イギリス軍に見破られないために、西のクイーンズボロを抜けて、西に進んでから、ダンダーバーグ山を越える回り道を通った。取出の西1.5マイルにある、スプリングスティール農場に到着し始めたのが午後8時で、あり。 10時までに攻撃体系を作り上げた。兵士たちにはラム酒が与えられ、命令が伝えられた。暗闇の中でイギリス兵との区別がつけられるように帽子にピン留めする白紙も与えられた。部隊は午後11時半に攻撃開始点に移動し、即座に展開して真夜中に攻撃を開始することとされた。悪天候が大陸軍を助けた。雲が月光を遮り、 強風のためにヘイバーストロー湾にいたイギリスの艦船はストーニーポイント沖の持ち場を離れて下流に動いていた。計画通りの真夜中に砦の湿地側を越えた部隊が攻撃を始めた。南側の部隊は予想に反してその接近路が2ないし4フィートの水に浸かっており、坂もぎの第1線に到着するまでに30分間も水の中を歩く必要があった。 その間にこの部隊とマーフリーの陽動部隊がイギリス軍将兵に気づかれ発砲された。その銃火の下をウェインの部隊はイギリス軍第一防御線の中に入ることができた。ウェイン自身はマスケット銃の流れ玉を頭に受けて倒れ、フィビガー大佐に部隊の指揮権を渡した。一方、バトラーの部隊は坂もぎを抜けて進軍することに成功しており、 その間に兵士を一人失っただけだった。二つの部隊はほとんど同時に、イギリス軍の前線を突破し、砦の最長部を占領した。この時、イギリス軍第十七不評連隊の六個中隊は、マーフリーの陽動攻撃に対抗するジムを張っており、これが砦と遮断された。イギリス軍の上部工作物に最初に入った兵士は、 フランスワド・フルーリー・中佐であり、第一連隊の一個大隊を指揮する、フランス人貴族の公平義士だった。その後に、ピーター・フランシスコ、ヘンリー・ノックス・中尉、ウィリアム・ベーカー軍僧及びジョージ・ダンロップが続いた。この工作物に入った兵士たちは、砦は我が軍のものだと叫んだ。これは、敵軍と味方を見分けるために前もって決められていた、合言葉だった。 攻撃は25分間続き、午前1時を過ぎた頃には1779年におけるワシントン軍の大成果となったことが判明した。ウェイン軍の損失は15名が戦死、83名が負傷だった。戦果としては546名を捕虜に取り、そのうち74名が負傷していた。アメリカ側の資料では、イギリス軍の戦死を63名としているものがあるが、 軍事歴史家のマーク・エム・ボートナーは公式のイギリス軍報告書の戦死20名を認めている。しかしこの報告書では戦死、負傷及び捕虜とは別に58名が不明ということも挙げている。その多くはハドソン川で溺れたと考えられる。ウェインは夜明け前にワシントンに当てて簡単な伝言を送った。砦と守備隊、ジョンソン大佐を含め我々のものである。 兵士たちは自由のために決死の覚悟をしたもののように振る舞った。翌日ワシントンは馬で現地を訪れて戦場を査殺し兵士たちを祝福した。ウェインはその功績で大陸会議からメダルを授与された。これは独立戦争の間でも数少ない表彰の一つだった。ワシントンがウェインに与えた指示ではストーニーポイントを奪取した後は バープランクポイント襲撃の可能性を認めていた。ストーニーポイント攻撃の一部としてワシントンはニコ旅団にバープランクに向けた行動を開始するよう指示しており、小部隊と共に派遣されたルーハス・パットナム大佐にはイギリス軍守備隊の注意を引きつけるよう指示していた。パットナムはストーニーポイントへの攻撃が始まった直後にバープランクに対する陽動攻撃を開始し、 朝までイギリス軍に引きつけることができた。7月16日の朝、ウェインの部隊はストーニーポイントの大砲をバープランクに向けて据え直したが、長距離射程ではほとんど損傷を与えられなかった。しかしその砲撃はスループンバルチャーをして怒りを切らせ下流に移動させるには十分だった。ワシントンは続いて17日にロバート・ハウジョー軍にニコ旅団をつけて、 バープランクを包囲させるべく派遣したが、この部隊は適切な大砲や工場武器を持っておらず、砦を封鎖する以上のことはできなかった。7月18日、上流に送られた艦船からいくらかのイギリス軍部隊が上陸し、さらに多くの部隊が陸路をやってくるという噂もあったので、ハウは撤退を決めた。ワシントンはいずれの地点も保持する意図はなかったので、 捕獲した大砲や物資を運び出した後の7月18日にはストーニーポイントを放棄した。イギリス軍は短期間この地を再占領したが10月にはクリントンが南部でジャールストン包囲戦を行う遠征隊を派遣するためにストーニーポイントを放棄した。ストーニーポイント州立公園捕虜になった士官たちのいくらかは戦闘の直後に交換されたが400名以上の捕虜は ペンシルベニアのイーストンにあった捕虜収容所に送られた。7月17日に起こった少数の捕虜による反乱は、イギリス軍軍曹1名が殺され、約20名が負傷する結果に終わった。当時のアメリカ側の証言では、ウェインは1777年のパオリの虐殺で、部下が苦渋を舐めていたにもかかわらず、ストーニーポイントでのイギリス軍捕虜には慈悲を与えたとされている。 イギリス軍の報告書も守備隊に与えられた予想外の寛大な処置について記している。ストーニーポイント州立歴史史跡では戦場跡を保存しており、特に下記には解説書があり、ツアー及び実演が行われている。ここにある博物館では戦闘に関わる一門の榴弾砲、二門の迫撃砲などが展示されている。ここは1961年に アメリカ合衆国国定歴史建造物に1966年にはアメリカ合衆国国家歴史登録罪にも登録された。ありがとうございます。